KH-35 はロシア製の空対艦がミサイル。NATO コードネームはエース -20 カヤック。艦対艦ミサイル型は 3M24 ウラン。地対艦ミサイル型は 3K60 バル。規模、性能がアメリカのハープーンに類似していることから、西側においてはハープーンスキーと通称される。ソ連海軍は耐水上火力として、 長射程と短射程の2種の対艦ミサイルを整備する方針を採用していた。本機種は短射程艦対艦がミサイルの系譜に属しており、第1世代の短射程ミサイルである P-15 の後継として開発された。ソ連海軍では、すでに第2世代の短射程ミサイルとして P-270 を開発していたものの、これは短射程の割に大重量で、また、 大威力ゆえに大規模な輸出も困難で P-15 を完全に代替するには至らなかった。このことから P-270 よりも軽量でまた輸出市場に提供できる短射程艦対艦がミサイルとして開発されたのが本機種である。従来、長射程艦対艦がミサイルはチェロ名設計局が短射程艦対艦がミサイルは ラードゥーが設計局が設計していたが、本機種は、従来は、空対一ミサイルを手掛けてきたズベズダステラによって開発されており、従来の艦隊艦がミサイルとは大幅に異なる設計となった。KH-35 の基本設計は、アメリカのハープーンに類似しているが、サステナーとしては、ターボジェットエンジンではなく、ターボファンエンジンを搭載している。 ブースターなしの ASM モデルで 480kg、ブースター搭載の SSM モデルで 630kg と、大幅な軽量化に成功している。飛翔速度は音速で、巡航高度は5から10メートル、完成誘導で飛翔し、終末工程においては、高度3から5メートルに降下して、アクティブレーダー誘導方式を使用する。また、データリンクによって、 目標情報を中途アップデートすることもできる。弾頭は、成形作薬弾頭である。ABCDEFGHIJKLMN、ラーサバーニクスポート、エアーフォースデパートメントメディア &PR サービス、エアロスペースシステムズエクスポートカタログ、ラーサバーニクスポートステートコーポレーション。 1> p 3, 2> <タッ>1 2 3 h t t p s w w w d o c d r o i d n e t h 7 f i a i r c r a f t p d f h t m l ハットロシアが北方領土に最新エアミサイルを配備領土交渉への影響はニュースウェブ日本版2016年11月29日ありがとうございます